このわしをしてアベンジャーとはの。なんとも因果なことよな。よかろう。第六天魔王信長の生き様、そなたの魂にあまねく刻み込むがよい。なんじゃ、貴様がこのわしに還元しようてか。ほう、このわしにの。その身の程知らずに免じて聞くだけ聞いてやろうではないか。何、つまらぬ話であればこのへし切りを抜くだけじゃ。一軍の将が軽々と前に出るでないわ。前に出たとて手柄を立てれば部下の手柄を奪うことになろう。さりとて不覚を取れば部下の心も離れよう。ゆえに将は軽々しく前に出るものでないということじゃな。え、桶狭間？わしそういうのわからんのじゃ。生まれながらに才ある者は才を頼みに研鑽を怠る。だが生まれながらに才なき者は己が無力さゆえに鍛錬するであろう。日々を生きる覚悟が違うということよな。これが寛容じゃぞ、マスター。気づいておるか、わしの体。そうじゃ、うつろになることがあるじゃろう。本来わしはこの世界にはこのなりではとどまりえぬ。それがどうにか限界しておるのもそなたというくさびがあるゆえじゃ。わしでないわしが面倒をかけることもあろうが、何、それらもそなたがためにあるゆえじゃ。許せ。うっはっはっは。そなたはまっことういやつよの。ほれ、ちこう、もうそっとな。なんじゃろな、そなたにはなんというか妙な魅力があるの。言うならわびた茶碗とでも言うか、なんというか絵も言われぬ味わいじゃ。ま、わしにめでられるのも立派な才じゃ。誇るがよいぞ。触り心地もまた大名物も格やじゃの。あれ、頬ずりするなって。またまた、照れるでないわ、この子の。おっと、俺の出番か。そうだな、信長ってのも紛らわしいし、吉報士とでも呼ぶがいい。よろしくな。何、あいつも消えたわけじゃないから心配するな。そろそろ違う俺が騒ぎ出したか。覚悟しとけよ、あいつは俺らの中でもとびきりだからな。お前も俺をうつけと侮るか。構わんぞ別に。お前が侮るのは俺を侮るお前の心だからな。真に恐るべきは己を侮らぬ者よ。さて、お前はどうなんだ。暇だな。おい、なんか面白いことでもないか。退屈だ退屈。どうもこの体は力を持て余す。なんなら国取りの一つでも任せてもらえれば気も紛れるんだがな。魔王か。実のところ俺は奴とはいささか遠きところにおるゆえ、どこまであれが己なのかは計りかねる。お前も夢夢あれに見入られんようにな。ま、俺もあれのなりには目を奪われるゆえ無駄かもしれんがな。我ながら恐ろしい魔王よな。おい、この俺よりあれの方がお前の力になると思うが、何故俺を保ち続ける。
いや、別に何ということはないのだが、道理に合わぬことは気になるたちでな。ん？なんじゃ、楽しいからだと？うつけを使うはうつけのさがか。俺はお前と実に馬が合う。知恵者は知恵者と通ずるというが、うつけはうつけと通ずるということかの。俺は誰にも期待されずに国を背負うたが、お前は誰にも頼まれずに世を背負うた。お前のそのなりは人というものの願いそのものだ。友柄よ、お前の道行き、我が血を燃やし切り開いてみせようぞ。我は第六天魔王覇人織田信長、出迎え大義である。下天を喰らうは覇王が道行き。あないせい、人の身で果てなき旅路を行く者よ。我行くところ十回破却の無限地獄、いざ三千世界に歯を通さん。何、難しいことではない。我と共に生き、我と共に滅するがよい。遠く涅槃の果てまで人の業を望み続けようぞ。なんじゃ貴様、我に気やすく事の葉を放つでない。我が身は移ろい続ける炎のようなものだ。迂闊に振らば芯が焼き焦げるぞ。どうやらこの身、貴様が楔となってこなたにとどめておるようじゃな。さもあらん、我が身ながらよくもこのようななりで限界できておるものと感心するわ。やはり貴様という楔なくば我が身はこなたに限界できんようじゃ。礼を言うぞマスター。ん？どうした、我が首相にするはいささか座りでも悪いか。ういやつよの。ちこうよれ。えい、おじるでない。取って食いなどせぬわ。それでよい。貴様のその目、どこかで。いや、せんなきことか。もうよい、くだらぬ戯れじゃ。忘れよ、下がってよいぞ。いや待て、やはり取って食うも手か。我は魔王信長、化天を超え返上せし神仏主上の仇なり。してそなたは何者じゃ。名ではない、その心根のありようよ。いや、あえて尋ねるまでもないか。そなたのありよう、実に我を楽しませ怒らせる。それはまさしく人そのものよな。よい、そなた存分に生き存分に死するがよい。この第六天魔王信長が見ておるぞ。